と呼びます。今回は第項目として最初に武雄市の方向性について、2つ目に防災・減災・予防について、3つ目に平成34年度の高齢者福祉について、最後に提案事業について質問をさせていただきます。小項目については質問席からさせていただきたいと思います。それではまず最初に、5月12日に秋田竿燈まつり in 武雄が盛大に開催をされました。私も家族でどっこいしょどっこいしょと掛け声を上げながら感動した一人でもあります。また武雄市の人口の約2倍8万人の人混みの中で、今の武雄市の勢いといいますか、小松市政の勢い、にぎわいづくりへの熱い思いを感じた一人であります。そこで改めて今回の秋田竿燈まつり in 武雄の感想と、今後のにぎわいづくりへの市長の考え思いを冒頭お尋ねをさせていただきます。よろしくお願いいたします。小松市長、秋田竿燈まつり、本当に8万人の皆様に来ていただきました。来ていただいた皆様にまずもって感謝を申し上げます。来てない今日テレビで見たという方もかなりいらっしゃいました。本当にありがとうございます。こういったあのお祭りをですね、盛大にできたのも本当に多くの関係者の皆さんのおかげです。そしてこれまで秋田と武雄のつながりをずっとですね、長年作っていただいたロータリークラブの皆さんはじめ、市民の皆さんの絆があったからこそ、この今回の25年ぶりの開催につながったというふうに思っております。本当にありがとうございます。今回お祭りを見ててですね、観客の皆さんも一体となったお祭りだというのを実感をしました。やはり祭りはみんなで作るものだと、これは街づくりにも通ずるところはあるかなというふうに感じたところです。祭りの規模はいろいろありますけれども、市内でも各町各地区で本当に地域の皆さんが、忙しい中ですね、準備をされて、そしてお祭りを、されているというところが本当に市内、あらゆる箇所で、開催をされております。改めてこの竿燈まつりを振り返りますと、今武雄であるあの地域の皆さんが自分たちで祭りを続け、そして、当日まあ楽しんでですね、毎年されているというところは、これはやはり、それぞれの地域そして、各町の、にぎわい元気にもつながっているんだろうというふうに考えております。11番松井陽介議員、にぎわいがですね、町を元気にすると市長もおっしゃった通り、今後もですね、引き続いてにぎわい作りをよろしくお願いを申し上げながら具体的に質問をさせていただきます。まず最初に武雄市の方向性について、均衡ある発展と財政力ということで質問を挙げさせていただいております。最初に均衡ある発展について、お尋ねをさせていただきます。ここ10年武雄市の顔が整いつつあるといいますか、新武雄病院の開設、また図書館歴史資料館のリニューアル、さらには子ども図書館の新設、それから競輪場のリニューアル、中心市街地の見違えるような道路整備が今始まっております。また大型商業施設の開業、さらには河原中西区ではアパート一戸建ての住宅が建設ラッシュ、あちこち新築が見受けられます。また今回の新庁舎の完成、また平成34年度には新幹線武雄温泉駅が開業をいたします。皆さん方も他にもいろいろ持っていらっしゃるところがあるかと思いますけれども、先ほど言いました武雄市の顔というものが整いつつあります。そこで手安というべき周辺部といいますか、もうしっかりと機能発展していかないと武雄市全体として前には進みません。市長、
ボールもゴールに入れるためには選手同士の連携といいますか総合力が必要であります。そこで現在周辺部の現状を見てみますと、急激な減少、人口の減少、さらには小規模集約の崩壊、空き家の増加、また耕作放棄地の増加、山林の荒廃、さらには最近ため池の崩壊の恐れが懸念をされております。また土砂災害の増加、後でまた質問させていただきますけれども、周辺部では土砂災害への危険性が増しております。また農業の後継者不足、さらには高齢化によっての集落の維持管理が困難な状況になっております。そういった中のさまざまな課題が市長、周辺部にはまだまだ山積をしております。そこで市長にお尋ねでありますけれども、周辺では先ほど私が述べましたけれども、どういった課題を抱え、また課題をどのように市長自身として認識をされておられるのか、まず確認をされていただきます。ご見解をよろしくお願いします。古賀企画部長。このような議論からご指摘ございました通り、少子高齢化や過疎化等が進んでおり、後継者不足や耕作放棄地の増加、空き家の増加等、さまざまな課題があるということにつきましては、十分認識をしております。市といたしましては、課題解決に向けて、農業後継者の育成、移住・定住施策の推進等に取り組んでいるところでございます。一番松井介議員。はい、課題もですね、共通認識ということで分かりましたけれども、課題解決にはですね、こう見える形でですね取り組んでぜひお願いしたいということで思っております。ちょっと視点を変えて話をさせていただくとですね、周辺部のそしたら魅力はないのかどうかという部分ですね。魅力に関してはですね、私の家の前ですけれども、ホタルが飛び交うような自然豊か、あるいは子育て環境が最適、あるいは歴史と自然の遺産、魅力が豊富、散策と新たな発見、あるいは開発の余地がまだ十二分にあるというふうな周辺部の魅力も一方ではあるわけで、そういった中で魅力づくり、にぎわいづくり、魅力を形として作り上げることも必要ではないかと考えておる一人であります。ただそこにはですね、行政主導ではうまくいけない、また地域主導でも限界があるということも理解をされているかと思います。そういった中でですね、行政と一体となって目に見える形作り、目に見える政策作りがですね、周辺部にとっては活性化、発展につながるものだと確信をしております。そういった中でですね、今週から始まる、サッカーのワールドカップではありませんけれども、竹内を一つのグラウンドということで考えてみたときにですね、周辺部の活力、発展に対してどのように考え、どのような具体的な政策、あるいはどのような具体的な戦略、戦術をですね、市長は周辺部に対して描いておられるのかどうか、その辺をちょっと具体的な形でですね、ご見解をお尋ねさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。古賀企画部長。武雄市では、武雄市町人仕事創生総合戦略、いわゆるスター戦略を掲げておりますが、自分たちの町は自分たちでのキーワードに町づくりの推進をしているところでございます。
また市民協力によるまちづくりに対しまして、これまで頑張る地域応援事業補助金等を交付したところでございますが、今回また新しく元気なまちづくり地域交付金などを交付して、魅力なまちづくりを支援しているところでございます。各地で積極的にご活用いただいて、地域に合った地域で必要なものをですね、どんどん活用していただきたい、できる限りのお手伝いをしたいというふうに考えているところでございます。11番松井助議員。はい、当然地域周辺がですね、運動を取って、ですね、ことを起こしていかないといかんと思いますけども、なかなかそこが限界が、周辺部だけでは限界がある。ただ行政主導ではですね、なかなかうまくことが進まないというのが現状ではないかと思っております。先ほど冒頭ですね、滝吉の顔が出来上がってきたということで、周辺もですね、こっちでいいですから顔作りが今後必要がないかという形で思ってはおります。市内の今回のですね、市内107区ですか、20万の町づくり交付金がですね、20万、私も下村区ですけども、昨日集会があって20万どう使うかということでですね、何とか集落が元気になるような使い道がなかろうかということで検討を申し始めて、ですね、有意義な交付金だと判断はしておりますけれども、以前一般質問でですね、ぜひ見える形の集落点検をまず市長試みたらどうですかと、周辺部の今の現状を再認識してですね、しっかりと分析をして、それで将来の町づくりをどうしていこうかと、どういった事業が周辺部各地域で必要なのか、まず議論が大事じゃないかという部分もですね、以前一般質問で提案をさせていただいたことがあります。そういった感じで、先ほど言いました20万自由に使ってくださいよ、元気になる交付金ですから、皆さんが地域で考えてと取り組む必要でしょうけども、もっとこう掘り下げてですね、先ほど言いました集落点検、今一度そういった形で取り組む必要性がですね、私は今あるんじゃないかということで思っていますけれども、市長のご見解を最後にお尋ねをさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。小松市長。このサッカーをですね、見ますと、私も以前答弁で申し上げたんですけども、やはり町づくりはですね、竹は9つのまず町があって、それぞれ特色があります。いわばちょうど6月ではあるんですが、アジサイのようなですね、アジサイ型の町というのが、この竹雄市は町づくりで私はふさわしいんじゃないかというふうに思っております。で、各町の特色を今後どう生かしていくか、でその各町にある各区ですよ、今本当にそれぞれの区で、さまざまな地域資源を生かした、取り組みというのを、していただいてます。そこに市の交付金を活用いただいているというのもありますけれども、確かにおっしゃる通り、そこに加えて、官民の協働という視点は今後、大事であるというふうに、感じております。集落点検ということで、確か T 字型でしたっけ、おっしゃったと思います。で、他に 1% 戦略とかいろいろ手法は、あると思うんですけれども、今後、町をですね、どういうふうにしていくか考える上で、そういった、調査分析というところは、私も、必要になってくるんじゃないかというふうに考えております。以上、11番松井助議員。はい、ぜひ行政としての仕掛け作りをですね、ぜひよろしくお願いを申し上げながら、次に竹雄市の方向性について、財政力についてお尋ねをさせていただきたいと思います。先ほど竹雄市の顔が整いつつあるんじゃないかということで話をさせていただいて、図書館、歴史資料館のリニューアル、それから競輪場のリニューアル、子ども図書館、またこの新庁舎がですね、新築をされました。そういった中で地域を回る中でですね、ワン竹雄はものができようって財政は大丈夫なのかという声が私の耳に入ってきます。一般企業ではですね、自己資本比率が高いか低いか、また今年1年間の利益が出てるかどうか、また預金はあるのかどうか、さらには自由に使える、まだお金が十分にあるのかどうかと、
一体これで企業は一定の判断をするわけですけども、自治体の財政はなかなか見づらいというか、これは昨年の12月の一般質問で自治体の決算予算報告に公表について市民向けの分かりやすい家計簿で市長市民の皆さんに公表したらどうですかというご提案をさせていただきました。これは28年度の12月の資料ですけれども、収入253億4142万円、歳出が244億2282万円、だから億単位でピンと皆さん市民の皆さんが送られないかと思いましたので、28年度の小松家の家計簿で皆さんに分かりやすいような決算予算を作り上げたらどうですかということでご提案させていただき、検討をしていただいているかと思っております。そういった中で、今回は私なりに竹内の体力はどういう今の状態だろうかということで、ちょっと分析の仕様で調べてみました。一つに財政力指数、財政の体力は竹内はどのくらいあるんだろうかと、東京都は1以上ですね。経済収支比率、竹内はまだどれくらいの自由なお金が使えるだろうか、あるいは実質公債比率、収入に対して借り入れの返済がどうだろうか、あるいは将来負担比率、将来の子供たちに財政を圧迫するような可能性はないだろうかということで、竹内の財政の体力をチェックをさせていただきました。3年間の仕様をちょっと皆さんに説明させていただきますと、財政力指数26、27、28年度ですけども 0.47、0.47、0.48 と、これが 1% に近いほど財政力がありますけども、竹吉は 0.47、0.48、 自主財源が半分と、課題としては今後新たな財源が確保が必要じゃないかということで判断をいたしました。経済収支比率 88.2、88.1、93.7、28年度は 5.6% も上昇をしております。竹吉は政策的に使えるお金が少しずつ目減りしてますよ、財政が硬直化していませんか、自由度が少なくなってきてますよ、そういった中で今後限られた財源で効率的な活用が求められているんじゃないかと判断しております。また実質公債比率 8.7、7.9、7.7、減少傾向ですけれども、29年度の決算予想では若干上昇していくんじゃなかろうかという懸念を見ております。最後に将来負担比率 13.5、21.7、31.2、上昇傾向にありますけれども、早期懸念が基準は 350%、 あまりにも桁がですね、350に対して 31.2 ですから、あまりにもかけ離れた数字ですので、他市の状況を見てみますと、探しが 0% というか、歳出不可の十分な財政力が探しはあるということです。近くの唐津市は 130.8、 鹿島市は 92.6、 嬉野市が 70.7、 竹吉市はこの 31.2% だと将来の財政を圧迫するまでにはまだ至ってないということで判断をされていただいたところでございます。そういった中でですね、まず改めてこういった数字を見る前にですね、今市民の皆さんの関心が一番高まっているこの新庁舎、この新庁舎がですね、全体的にどのぐらいの建設費がかかったのかどうか、またかかった建設費をどのような形で調達をされたのかどうか、市民の皆さんに分かりやすくご説明を願いたいと思います。企業で言えばですよ、会社を作るときには借り入れをする体力が企業に十分あるだろうか、あるいは買ったお金が返済できるだろうか、また今後の売上見通しはどうなるかどうかといった、いろんな角度から分析をしながら新社屋を建設するわけですけれども、改めてこの新庁舎の総工費と工事と調達費はどのような形でされたのか確認をさせていただきます。分かりやすくご説明をお願いいたします。水町総務長。
おはようございます。新庁舎の総工費と財源でございますけれども、総工費は約42億2600万円、それから財源といたしましては約32億円の合併特例債、地方債を借り入れて充当をしております。以上でございます。はい、じゃあ11番松井助議員。総工費が42億2600万円、合併特例債が32億と、あと10億はどう調達されたのかちょっと確認されております。上町総務長。継続費を組んで2回に分けて、それぞれ一般財源で対応しておるところでございます。部長。11番松井助議員。いろんなですね、治療がしながら、また合併特例債が期限がありますから、有効に活用していただいて、この新庁舎が建設に至ったかなということで判断をしておりますけれども、それでは、先ほど言いました財政力指数、あるいは将来負担比率、将来の子どもたちに負担はないだろうかという部分の中でですね、これにちょっと私にも質問をですね、今後、実質公債比率が上昇傾向にありますよ。経済収支がちょっと硬直してますよ、時吉は自由に使えるお金がだんだん減ってきてますよということを説明しながら、もっとこう突っ込んで話をしたいんですけども、ちょっと他の質問もありますから、時間も限られておりますから、今回はこうざっくりと質問というか、それでは、時吉の今の現在の体力、あるいは将来、負担は来ないのかどうか。ですね、その辺をざっくりで結構ですから、今の状況、体力はどのくらいあるのかどうか分かりやすくご説明をお願いいたします。上町総務長。自治体の体力を表す指標といたしましては、標準財政規模というものでございます。これにつきましては、その自治体が通常収入の仕入れである一般経常一般財源の総量を示すものでございまして、武雄市は約130億円でございます。県内10市のうち 5番目といった状況でございます。武雄市の基礎体力、この130億に対しまして、先ほど議員の方からご説明ありました実質的な借金の返済額が、あるいは将来にわたってすでに決まっている負担がどれくらいあるか、これが先ほど議員にご説明いただきました実質公債比率と将来負担比率でございますが、これにつきましてはそれぞれ 7.7 と 31.2 ということでございまして、今のところ特に重要する数値ではないといった認識を持っております。以上、11番松井助議員。分かりました。そういった中で、企業で言えば社長ですね、が最終決裁をするわけですから、企業であれば社長ですけれども、自治体で言えば小松市長、最後にどう見ておられるのか、これで舵取りが十分にできているのかどうか、最後にご答弁を、ご見解をお尋ねさせていただきます。小松市長。執行部の中では水町部長とですね、山崎課長を中心に、財政課はとにかく、財政が悪化しないようにと、目を光らせて、やっているところであります。県内の中ではですね、竹谷もその悪い状況ではないんですけれども、これはまあ他の市町も同じですけれども、だんだんと交付税が減る、あるいは扶助費が増える等々でですね、財政についてはさらに今後一層厳しく見ていかなければならないと思っております。私としましては、とにかく先ほど議員もおっしゃいました自主財源の確保というところも非常に大事になってくると思いますので、メリハリの効いた投資に加えてですね、そこは地域経済を活性化して、とにかく税収を上げる、そしてそれを、施策に回すと、ここをですね、今度34号の新幹線開業に向けてしっかりと作っていきたいと考えております。松井助議員。今回私もざっくりと質問させていただいてですね、来年度から交付税が約7億8億減少してきますから、それをしっかり見つめてですね、見通しを立てて今後のですね、竹吉の財政運営に当たっていただきたいと思います。
それでは2番目の防災減災予防についてお尋ねをさせていただきます。具体的には土砂災害危険箇所の再認識と地域住民への再周知ということでお尋ねをさせていただきます。4月の11日ですね、大分県中津市耶馬渓町の土砂災害崖崩れ、皆さんもまだ記憶に残っていらっしゃるかと思いますけれども、4世帯が全壊、6人の方が亡くなられているという大惨事だったですね。現場では4月に入りほとんど雨も降らなかった、また地震もなかったということだったそうであります。斜面の崩壊がこんなところでなぜ起きたのかどうかということも言われておりました。斜面の崩壊が一般的には集中豪雨や地震などで発生が起きるものだが、今回は岩盤が地下水などで風化したものとの見解も出されておりました。また今回の被災家屋の地域はいずれも土砂災害防止法に基づく警戒区域などに指定をされていた区域だったそうであります。そこで質問で、ありますけれども、武雄市内の各省には何箇所の土砂災害危険箇所がまずは指定をされているのかお尋ねをさせていただきます。小島知事総務長。私の土砂災害危険箇所は何箇所ぐらいかということ、何箇所かということでございますが、スライドをご覧いただきたいと思います。はい、土砂災害防止法に基づき平成21年度から土砂災害の警戒区域とその警戒区域の中でもさらに危険なエリアを特別警戒区域として県が指定をしております。若木町と北方町につきましては一部測量と作業中でございますけれども、町ごとの町ごとの箇所数はスライドの通りでございます。警戒区域が合計1729箇所、うち特別警戒区域が1500箇所といったことになっております。11番松井介議員。はい、予想以上にですね、びっくりした数字ですね。警戒区域が1729箇所、それから特別警戒に至っては1500箇所ということで、先月の31日やったですか、防災パトロールが実施をされたようですけども、こういった危険箇所も定期的に見回りをされているのかどうか、また状況調査といいますか、アウデドアのですね、半年おき1年おきぐらいの定期的な現場に入ってでもですね、どういう状況なのかという確認も必要かと思いますけども、現在どのような形で不安の調査がどうされているのか確認をさせていただきたいと思います。ご見解を。上町村長。沖縄に消防団をはじめ関係機関と合同で危険箇所の防災パトロールを行っているところでございます。それから地域からの情報提供があった場合には随時現地確認を行っているという状況でございます。以上、松井良介議員。はい、分かりました。ただ先ほどですね、森田の耶馬渓のですね、土砂災害の写真を見たところですけども、その市内にもこう耶馬渓と山あいがですね、集落が似たような箇所が数多く皆さんもですね、ある程度周辺回られてあるかということでお気づきになるかと思いますけども、これは若木町の小林山地区の山あいの風景ですけども、山あいの奥に7世帯ほど家があります。4月の11日の耶馬渓の土砂災害を見てですね、高齢者の一人前の高齢者の方が自宅裏にも同じような山に自宅が覆われて、最近夜が不安で 寝つきが悪かということを聞かせていただきました。非常にこうむき出しになっている状況ですね。そういった中でですね、大分県中津市の崖崩れを教訓に
どう自分の身をどうやって守るか、自助、共助、公助という自助の部分ですけれども、ちょっとした知識で人命を助かるという意識は持つことが重要、非常に重要である。ちょっとした知識を、知識で人の命が助かるということですね。ということは、土砂災害には前兆現象があるということですよ。異常な音、石のぶつかり合う音、木が揺らす音、異常な匂い、土臭い匂い、物が腐った匂い、異常な様子、割れ目の発生、小石の落石、あるいは沢の水が増水といったことだそうであります。そういった中で普段からのですね、自宅の危険性の把握が必要ということで、行政としても豪雨や地震がなくても土砂災害が起こり得ることを改めて再認識をしていただきたい。やばきを教訓にですね、そういった中で私もですね、近くというか確認をされていただきました。生活道路ではありませんけど、もう道路に木が覆いかさっている状況ですよ。あるいはもう木の根っこがもうほぐれてですね、もう風化状況ですよ。あるいはもうまさに崖が風化しているというような状況が周辺部ではあちこちに今現在見られております。そういった中で今一度ですね、急傾斜地、崩壊区域の危険地区ごとに土砂災害の前兆現象の知識の最終値と何らかの前兆現象をですね、把握できるような調査体制をですね、ぜひ整備していくこともですね、防災対策の中でしっかりと考えていく必要があるかと思いますけれども、この防災に関わる調査体制、あるいはそういった前兆現象の住民の周知等に関してのご見解を、どのような考えで防災対策を今から進められていこうとしておられるのか確認をさせていただきます。上町総務長。まず先ほどの危険箇所につきましては、特別警戒区域に指定されますと県が地元説明会を開催いたして周知することになっております。武雄市といたしましても、地域別にですね、ハザードマップを作成して配布して説明会周知を行っているところです。それから自助共助の重要性についてはぜひこれをお伝えしておきたいところでございますので、まず自分の身は自分で守る自助、それから地域内で助け合う共助を推進するために自主防災組織の出前講座等を行ってですね、これを推進しているところでございます。我々といたしましても防災知識を我々自身もですね、向上させつつ、それから自主防災組織の活動支援、出前講座、それから大きな研修会等の開催をして、このようなものを通じてですね、地域防災力の強化に努めてまいりたいと思います。11番松井助議員。しっかりとですね、周知のほどよろしくお願いします。近い将来起こりうるであろう災害に関してはですね、しっかりとやっぱり対策を講じていかんといかんということで思っております。そういった中で定期的な防災パトロール消防団等を通じてやってますよと、あるいは地域から連絡があった時には対応してますよということでお聞きをいたしましたけれども、例えばイノシシパトロール、もう山奥まで入られてですよ、イノシシ被害がないだろうかという、イノシシパトロールが逐次あちこち回ってらっしゃいます、特に周辺部は奥深く。例えば今、イノシシパトロールで回ってらっしゃる業務を少し拡大させていただいて、ですね、そういった災害の周りまで見てもらうというふうな提携までしていただければですよ、その地域の方が連絡をしてからって、もうそれはもう間に合わないんですよ。そういった感じの連携をうまいとこしていただいてですよ、その辺の未然に防災減災予防ですから、その辺をしっかりとですね、そんな形のせっかくもう出発ということで回っていただいているわけですから、その辺の考えはどうですか。水町村長。ご指摘を受けました営業部、あるいは全庁的にですね、そういった連携をしっかりと取っていきながら対応してまいります。11番
はい、よろしくお願いをしておきたいと思います。それとか地域ではですね、地域自主防災組織会議がありますから、それをしっかりですね機能するように、地域によってはですね、私の地域もですね、もう4、5年前に1回防災、訓練があったぐらいで、ちょうどもうここ5、6年途絶えているという状況です。ある地域ではしっかりと防災訓練もやっていらっしゃるところにまちまちになるんですから、その辺もですねしっかりと再認識をしていただいて、やっぱりもう一回行政主導でそういうような防災自主組織のですね体制作りもですねしっかりとお願いしておきたいと思います。また災害で皆さん一番困ることは何だと思っていらっしゃいます？何が一番災害が何が一番困ったことだろうという案件との中で、トイレ問題が一番、トイレが一番ですね問題視されているようです。トイレ不足、そういった中でですね、以前マンホールトイレの設置常備を一般質問で提案をさせていただいたことがあります。その時の答弁は調査検討しますということで、まだ常備はされてないようでありますが、今一度ですね庁舎も新しくなりました。市長今後緊急の避難所としてもですね指定をされるかと思います。今後もそういった中でマンホールトイレもですね計画的に避難所への設置もですね、指定はどうかということで、また改めてですね質問をさせていただきました。ただマンホールトイレですから、その下水のマンホールが損傷すれば使えなくなるというのがちょっとデメリットなところがあります。ただそういった中でデメリットを補うためには、簡易の段ボールトイレ等もですね現在普及をしてますけども、確認したところ各市内の避難所には常備をされているようですけども、数が足りないというか、もう数個でしかないところもありますから、その辺は十分なですね災害が起きてから遅いわけですから、その辺も十分非常食は十二分に蓄えもですねしていただいているかと思いますけども、こういったトイレも十分な対応もですね、しっかりしていただくよう お願いをするわけですけども、ご見解をお尋ねをさせていただきます。いかがでしょうか。上町総務長。特に大規模災害となりますと、避難所におけるトイレの確保が非常に大きな課題であろうと認識をしております。市では各町公民館に簡易トイレを既に配備しておりますけれども、マンホールトイレも含めて避難所においてですね、さまざまなトイレを十分に確保できるように、例えば連帯事業者の方と応援協定を結んで優先確保をお願いするなど、そういった対策を考えてもらいたいと思います。11番松井介議員。はい、災害時で、先ほど言いました一番課題ではもうトイレ不足だそうですので、しっかりと対応をよろしくお願いしておきます。それでは次の質問に入らせていただきます。国道498号若木バイパス開通に伴う安全性についてお尋ねをさせていただきます。いよいよ今年の秋口にですね開通とのことで、今着々と工事が進んでいますが、国道34号線多行バイパスが2月に開通をいたしましたですね。皆さんも利用されているかと思いますけれども、開通してすぐにそこがですね交通事故も発生をしております。村人からもですね一般市民も3月だったですか出ていたかと思いますけれども、交通事故が発生をいたしております。それを教訓にと言いますか、開通前にしっかりとですね安全対策を取っていく上でも、また現状を皆さんとですね共有することが大事なことですから、今回質問に挙げさせていただきました。そういった中で安全対策が必要な箇所が4、5箇所あります。稲荷方面から宅方面に降りてくるところですけども、稲荷方面から宅方面に向かう最初の交差点、ここから最初の交差点から20メートル先はですね大きな交差点ですから、信号機と横断歩道も設置してありますけれども、一番最初の市道との交差点にはですね信号機もなければ横断歩道もついておりません。
街頭とですね、左右認識標識はついてはおりますけれども、こういった状況の中で信号機の設置は設置基準あるいは横断歩道もですね、優先道路との兼ね合いでいろいろですね設置できないとか、横断歩道も設置できないというようなことも聞いてはおりますけれども、非常にこう危険が伴う箇所ですよ。交通量も非常に多い。そういった中で以前はですね、ここは道路がなかったものですから生活道路だったわけですよ。そこがこういった危険箇所になってくるというふうなところですね。また今工事が進んでいる国道498号線とここにバイパスが通ります。ここも2箇所ほど危険なところがあります。バイパスと市道がここに交差点が生じます。現地に行きますとここに横断歩道また信号機がつけられるような状況では全くありません。しかし今の市道は利用をされております。集落が8世帯ほどありますから、あるいは田原もありますからですね、ここを非常に利用されていますけれども、ここが横断できなくなるのかどうか、そういった中で市道との交差点が非常にこう危険性が増してくる。ここが封鎖されますというか、ここに横断歩道等ができなければ迂回路、離道の整備あるいは市道への編入は急いで整備をする必要が出てくるんじゃなかろうかという判断をさせていただいております。また国道との合流点、ここも非常に浅いわ。もう出るためにはもう5分も10分も待たないといかんと、竹雄市内の国道と一緒のような交通量が今この49%は交通量が増えております。そういった中でこの合流点に信号機ができるのかどうか、いろんな形での地域からの要望もあってるかと思いますけれども、市もしっかりとこの辺は安全対策に取り組んでいかないと、事故が起きてからは遅いわけですから、先ほど言った市道との交差点あるいはですね、今建設中の市道との交差点の中で横断歩道、信号機あるいは等が設置されるのかどうか、設置されなければどういった対応が対策がですね検討されているのかどうか確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いします。宮城まちづくり部長。おはようございます。議員ご質問の交差点につきましては、まず言ってみるようですけど、議員ご指摘の通り信号機が設置されずに、現時点におきましては路面表示やカラー舗装、それから看板の設置により注意喚起が取られております。指導管理といたしましては、バイパス開通後に状況の確認、それから利用される方のご意見を伺いまして、対策が必要かどうか見極めてもらいたいというふうに考えております。それから2点目のご質問の交差点でございますが、若くバイパス開通後には総務の交通量が見込まれると思っております。しかしながら交差点は平面交差点になっており、議員ご指摘の通り指導から横断するには十分な注意が必要かと思っております。安全対策の考えにつきまして、紀藤土木事務所に確認したところ、地元から迂回路を利用した安全対策の要望が上がっておりますので、指定いたしましても地域の皆さんが安全に通行できますよう土木事務所と協議を進めてまいりたいと考えております。それから3点目のご質問の交差点につきましては、平成30年5月24日付で地元より武雄市信号機設置の要望がなされております。これを受けまして武雄市から武雄警察署の方で要望書を提出しております。回答を得ましたら安全対策について協議検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。部長。11番松井介議員。はい、便利になる一方ですね、こういう危険箇所がですね、町民の方々にはですね出てきているわけですから、しっかりと国道の今合流点ということも話もさせていただきましたけれども、今里とですね若木の境目も同じようなこういった合流点が発生しますから、ぜひともそういった中でもう一点ですけれども、若木から竹雄に出るときはいいんですけれども、竹雄から若木町内に入るときは非常にまたこの危険性が伴うわけですからですね、若木から竹雄に行くときにはさほど危険性はないでしょうけれども、竹雄から若木の町内に来るときがここの交差点も非常に危険性が
出てきますから、市長、現場をもう一度再確認をしていただいて、地域から要望が出てはおりますけれども、市としてもしっかり町民、市民の安心安全を担っていただいている市長ですから、ぜひともですね、後ろ盾をよろしくお願いを申し上げて、3番目の30年度の高齢者福祉についてお尋ねをさせていただきたいと思います。具体的には高齢者の絶対的貧困と相対的貧困調査にということでお尋ねをさせていただきます。高齢者福祉についてはですね、今先ほど山口議員も質問されておりましたけれども、多岐にわたっていろんな対策が今後必要と考えておりますけれども、手元に第7次のですね、計画があります。見る限りではもういろんなですね課題が山積みですよ。もう介護保険サービスの充実、老人福祉施設の充実、生活支援の充実、認知症の推進の課題、高齢者生活環境の整備、健康生きがい作りとか、いろんな形の課題がここにもですね書かれております。ただそういった中でですね、課題が多すぎてですね、何から取り掛かっていいのかどうか、市民の皆さんもどこがどうやって変わっていくのかどうか、どこに竹雄市は再重点政策として取り組んでいただいているのかどうかということで、なかなかこの計画書はよくですね分析というか計画も立てておられると思いますけども、そしたら具体的に一番何に竹雄市は取り組もうと、今後の高齢化社会に対して何に取り組もうとされているのか、具体的に、またその原因は何かということで掴んでおられる状況で結構ですから、ご見解をお尋ねをさせていただきたいと思います。岩瀬副支部長。竹雄市の高齢者の一番の現状ということですけど、まあ言われるように竹雄市では今年度を含め地域お付き合いシステムということに最重点を置いていきたいというふうに考えているんです。これは何かといいますと、増える高齢者に対して支援する施設と、あるいは介護職の人員が不足しているという状況ですので、地域でそういう方たちを見るということで、特に地域お付き合いには力を入れていきたいというふうに考えております。で、先ほど言ったこの一番の課題は何かと言われてますが、まず一つは少子高齢化を背景とした独居老人の世帯や高齢者の世帯の増加、それと家族が遠方に住んでいる老老介護のや認認介護などの問題、あるいは認知症高齢者の増加、あるいは先ほども言ったように介護サービスの人員不足等々が挙げられるかというふうに思っております。以上。11番松井祐介議員。はい、これも福祉政策、高齢者福祉に関しては奥が深いといいますか、いろんな対策を今後講じていく必要があるかと思いますけれども、以前ですね、というか今年の3月の一般質問の中で、教育行政の中で子どもの生活実態アンケート集計結果を受けて、子どもの貧困対策についての状況をお尋ねをさせていただきました。ただ子どもの貧困と同じように、また子どもの貧困以上にですね、今回地域を回る中で高齢者の貧困が非常にこう、私自身、対策が、高齢者に対する貧困対策が必要性を痛感をさせていただいた一人でもあります。今回市長もですね、3億円パッケージということで高齢者福利に対しての思いやりがですね、この予算に含まれておりましたけれども、バスのタクシーの助成券の配布、あるいは商品券の販売、あるいは地域コミュニティ作りへのですね、事業の交付金と、いろんな形で3億円のパッケージ資金が今年度実施をされていますけれども、一方でですね、達者化商品券、プレミアム商品券を買いたくても買えない人、あるいはお出かけ、出かけたいけども出かけられない状況にある人も現にいらっしゃるわけですよ。そういった方々、要は絶対的貧困者といいますか、その辺もですね、しっかりと
を把握しながら、こういった方々にもですね、しっかりと対策を講じていく、きめ細やかな対策を講じていくという必要性もあるかと思いますけれども、それに関しての対策は講じられておられるのかどうか、ご確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。岩瀬福祉部長。議員がお指摘の、高齢者の実態把握はしているかという問い合わせにつきましては、実際は、調査を行っておりません。ただ、現在、福祉、健康課の方では、在宅介護支援センターの方、市内に6カ所、特養三船荘、あるいは柊さん、特養添岡瀬の森さん、教会員さん、それとも老犬のコスモス、老犬のタンポポさんでですね、事前に、いろいろ調査をしていただいて、実態把握に努めております。それと同時に、各地区に民生委員さんが、いらっしゃいます。民生委員さんからですね、情報提供、あるいは調査、そういう相談等々についてはですね、耳を傾けて、調査をしております。以上。11番松井助議員。はい、こういう貧困、絶対的貧困、相対的貧困の調査はしてないということですけれども、民生委員さん等でですね、情報は収集しているということでしょうけれども、実際に商品券は買えない人が いらっしゃるわけですよ。あるいはお出かけタクシーで市内にで買い物にしかり買い物するお金もないというような方々も中にはいらっしゃるということをですね、どこかに置いていただいて、先ほど言いましたきめ細やかな政策も市長ぜひとも取っていただきたいと思いますけれども、この件に関しての最後質問にさせていただきます。市長のこういった形の対こういった方々に対する思いといいますか、政策に関してはどのようなお考えであられるかお尋ねをさせていただきます。小松市長。先ほど部長がですね、答弁をいたしましたけれども、さまざまな、負担の軽減ですとか、あとは生活困窮者自立支援制度ですとか、いろいろな取り組みを、現在行っております、今後も引き続き、しっかりと実態把握に努めて、そしてそこで本当に必要なものがその調査からはっきりすればですね、でそこについてはちゃんと市としてもその手当を、考えていきたいと。そのように思っております。じゃあ松井助議員、はい、ぜひよろしくお願いをいたします。しっかりと実態を掌握していただいて、そういった方たちもきめ細やかな対策、高齢者福祉対策をよろしくお願いを申し上げながら、最後の質問にさせていただきたいと思います。通告ではですね、一部質問の順番を返させていただいて、まずヘルプマークの推進、2つ目に陶芸工事の IC タグ、最後に母子手帳アプリについて、導入についてお尋ねをさせていただきます。ヘルプマークの推進についてでありますけれども、皆さんこういった国際マーク、障害者マーク、あるいはオストメイトマーク、聴覚障害者マーク、視覚障害者マークはですね、目にされたことがあるかと思いますけれども、外見が分からなくても援助や配慮を必要としている方々、周囲の人たちに配慮を必要としていることを知らせることができるマーク、これをヘルプマークと言いますけれども、27年3月、今から3年前に私一般質問の中で、ぜひ市長ヘルプマークを導入したらどうですかということで質問をさせていただいて、その時の市長の答弁が、市の単独よりも県で取り組んだ方がいいですよと、より効果が出てきますよということで答弁をいただいておりました。市長、私の方からも知事に積極的に働きかけてですね、一躍こういった形の外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々に、こういったマークですねができるよう県にも申し上げておきますということで、3年前答弁もいただいて、私からも提案をさせていただいて、県会の方でもですね、公明党議員を通じて県にも要請を強く要望もさせていただき、一般質問等もさせていただきながら、今回やっとこういう制度というか配布が決定をいたしました。昨日おとといでしたが、佐賀新聞にもですね、一面に、見えにくい障害気づいてということで、県が来月にも各市町村に配布しますよということで、一面に、ですね、決済、認可がというか、交付の事業となっております。
そういった中でこういったですねところに下げて災害障害があるということでですね周知をしていただくということで、4月の選挙の時にもですねお母さんと障害のですね方と投票に来られて、この子は障害がありますよということで言わなかったので、障害ないかもわからないけどもお母さんが寄り添ってこうさせていただいた時に注意を受けたと、そこまでしたらいかんよとですね注意を受けたと、次その障害を持っていた人がですねびっくりされて、なかなかもう二度とじゃなくて次の選挙はなかなか行きたがらないというような状況とか、あるいは市内をこう若干徘徊じゃなかでしょう、もう徘徊ではないでしょうけれども歩きながらですねちょっとなかなか警察に通報されたということも聞かれておりますので、こういった不快感等もですね、解消できるようなヘルプマークですから、しっかりと当市でも申請者にはですね配慮ある対応をぜひお願いしたい、また各企業等へもですねこういったヘルプマークの実施をですね周知できるような体制を取っていただきたいと思いますけれども、ご見解をお尋ねをいたします。また福島理事、おはようございます。ヘルプマークの取り組みについては松尾議員さんより27年の3月議会においてご提案をいただいておりました。その後市から県の方にも要望をしてまいりました。こうした働きかけもあってこの度ヘルプマークの導入が実現をいたします。県が作成をいたしまして7月にも県の機関や市町等を通じてヘルプマークを配布する予定となっておりますが、市としては県と連携をいたしまして内部障害、難病の方、それから妊娠初期などの方など外見から障害の状態がわからない方でも援助や配慮が得やすくなるように配布を行ってまいります。なおこの交付に合わせ大事なことはこのマークを広く市民の方に知っていただくことであると考えております。障害が見て分かる方に配慮が必要であるのと同様に、ヘルプマークを見かけたときは見えにくい障害に気づいて配慮することが必要であると考えております。日常のいろいろな場面でお困りのことがあろうかと思いますけれども、例えば、電車やバスで席を譲るとか、困ったときは声をかけるなど、周囲が思いやりのある行動ができるように、制度の普及、啓発を進めてまいります。以上でございます。議長、11番松井介議員。はい、よろしくお願いをしておきたいと思います。それでは次の提案事業、登校時の IC タグの導入にということで提案をさせていただきますけれども、ちょっと時間も迫ってきましたので、児童生徒の防犯対策についても、今年の3月の一般質問で、ですね、ドライブレコーダーをですね、公用車につけて、抑止力のためにつけたらどうですかと、あるいは犯罪が起きた時の証拠等にもですね活用できるんじゃないかということで提案をさせていただいたんですけども、なかなかまだ実現に至っておりません。そういった中でですね、子どもたちは防犯ブザーを身につけてますけども、 IC タグっていうのが今奈良県で検討されております。武雄市もですね ICT 教育には全国的に先駆けていろんな対策っていうか、いろんな教育上をですね、積極的に取り組んでいただいておりますけども、こういった IC タグもですね、ぜひ IC という部分の中で全国的に先駆けてでもですね、取り組む必要があるんじゃないかと、もうちょっと時間も迫ってきましたので、声かけ事案とかですよ、武雄市も先月でしたか、不審者が出たということで報道というかなされておりました。そういった中で不審者あるいはいろんな事件等もですね今あちこちで全国的に起きてますので、こういった IC タグ等もですね今後研究していただいて、導入の方向を検討していただくようよろしくお願いを申し上げて、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。以上で11番松井陽介議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため5分程度休憩をさせていただきます。